では続いてトコムコモディティフォーカスのコーナーをお送りします。ゲストをお迎えしています。岡藤商事首席ストラテジストの郷根要さんです。郷根さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。このコーナーも3週ぶり、はい、ということなんですけども、郷根さんにはですね、まず今のアメリカの状況、株価もですね、300円を下げになってまして、はい、ちょっとこう嫌な感じがするんですけれども、どんなふうに見ていらっしゃいますか。そうですね、95年以来になるかもしれないと言いますと、暫定予算案が若干こう増しこっておりましてですね、皆さんご存知の通り、アメリカの連邦機関が一部閉鎖されるんではないか、今はその方向に動いておりますので、非常にその株式市場ちょっと若干こう不透明要因がですね漂っておりまして、SP、そしてまた先週末からダウとも落ちておりまして、今日はもう日経も落ちているわけなんですけども、若干この10月、今年のレイバーで明けどういったトレンドになるのか見ていたんですが、どうもやはりそのリスク、アメリカをめぐるリスク、特にこの共和党と民主党の政治的なポリティカルなバランスが、先行きの大統領選まで見越してのことなんでしょうけども、そうなんでしょうね。やはりこのオバマケアの問題、中間選挙の争点ではあったんですが、これが逆にそのオバマさんにとってみると逆の巻き返しで、なんでしょう、共和党からこう攻められているという状態ですね。共和党にしても、中間選挙を睨みながらの、動きでしょうから、とにかくここで印象付けないといけないということがあるんでしょうね。そうですね、やはり今オバマケアといったものがやはり一番の争点になっていますので、ガーメントポリシー、大きな政府を施行するのか、もしくはその小さな政府を承服するのか、そのあたりの争点のまさしく違いが、今回の暫定予算案と、そして続く17日の連邦債務上限の引き上げ問題に集約されてしまったという形になることですね。くしくも10月ですから、非常にその株価にとってみると、ちょっと何でしょう、いつも荒れる10月です。そうですね、リスクを考えざるを得ない月になってしまったという形だろうかと思います。そうですかね。もちろんこれその政治の動きですから先読みはなかなかしにくいんですけれども、マーケット関係者の目と、7、8年前にもあったよねって、政府機関のですね、一時的に閉鎖あったりして、でもそれもなんてひどいことにならなかった、むしろそれがちょっとこう緊張感を、高めて、当事者がもうちょっと問題意識を持つようになる、そのぐらいのものじゃないかと、私はこう個人的に思ってますし、皆さんも大体そんなことじゃないかと思うんですけども、確かにおっしゃる通りですね、例えば、国定公園が若干お休みになったりとか、博物館お休みになったりとか、そういったその何でしょうね、観光ルート、観光地は若干この、収入、税収マイナスになるかもしれませんけども、全般的に言うと、いずれクリアになった時点で、例えば株価に反動、株価にマネーが戻ったりとか、あとコモディティ関係についても、いわゆるリスクオンですね、最近流行りの言葉を使いますと、リスクオンといった形で最初リスクテイクの動きがあるのであれば、むしろ今現在落ちている株価にしても、いわゆる買いの目で見ていくといいますかですね、そういったタイミングになっていくんではなかろうかというふうに思っています。むしろそういうふうにポジティブに考えた方がいいということでしょうね。そうですね、例えば、今日はそのアメリカ の金融緩和についての話がメインテーマだったんですけども、例えばこの状態でいくと、第4四半期の英国 GDP も若干こう押し下げ的な状態になっていきますので、そういう可能性ありますね。そうですね、そういった面では景気をサポートするといった意味では、例えば政府機関が 2、3週間止まるのか、3、4週間止まるのか、95年のように5日止まるのか、そしてプラスアルファで15日間止まるのか、その止まる期間によっても、もし停止、閉鎖が確定的であるんであれば、その点やはりその公務員もしくはそのあたり の, その消費は減少してきますので、そうなんですね、となりますとそういった消費減を織り込んでいって、そのアメリカの金融政策も考えられるべきであろうといったような形になりますので、むしろアメリカの金融緩和スタンスについても若干こうニュートラルといいますか、量的緩和を若干もしばらくは先延ばりしていって、来年にも切り込んでいくんではなかろうかとかですね、そういったむしろ緩和の長期モードといいますかですね、そういった部分で若干マーケットに対して影響してくることもあろうかと思います。そうですか、お話そうしますと、12月っていうのが、12月までは伸びた、
でもその先まではまだあまり言う人いませんけれども、その先にそのまだ行ってしまうテーパリングは可能性もあると見ていた方がいいんですか。と思いますね。この状態だと。そうなんですね。やはりそのアメリカの議会の確執というのは、まあ、歴史的なあの分を見ましても、やはりその周りの状況にその、まあ、国内要因、例えば株価が落ちているとか、はい、外交にも左右されない部分があるんですよね。うん、やはりその共和党と民主党、まああのまあ、ざっくり申し上げますと、アメリカのローカルな要因ですよね。はい、そうですよね。日本と、まあ、自民党と民主党 の, そのつばぜり合いと同じような形ものが、アメリカのワシントンで行われているという形になりますので、あくまでもじゃあ株価が落ちたから、じゃあ共和党が折れましょうとか、景気が減速したので、じゃあ共和党がちょっと折れましょうとかということにならないはずなんですね。ということを考えていきますと、まあ、今現在の状態でいきますと、うん、まあ、政府機関が閉鎖がもし若干アメリカ景気をスローダウンさせるのであれば、うんうん、テーパリングのタイミングというのも2014年のいずれかに先延ばし、先送りされていく可能性が強いと見ていいんではないでしょうか。あ、こういう政治状況、その民主共和 の, の、こう根深い対立、そしてオバマさんの指導力の低下、はい、みたいな政治状況を見据えて、はい、バーナギさんは、後ろに伸ばした、はい、そういうふうなこの間の FOMC だったというふうに考えた方が良さそうですね。これはそうですね、まあ、やはりどこかで今のアメリカ景気というのが過去 の, その循環上の回復過程で何かやはりその最終需要が立ち上がってこないとか、そういった部分、例えば雇用だとか、まあ、CPI とか、まあ、どこかでやはりそのデフレ的な部分を引きずっているので、どうしてもやはりその思い切ってこうテーパリング、まあ、その緩和の縮小からの後退といいますかですね、まあ、きしめに思い切りこう舵を取れない、そういった要素が多分今のアメリカ経済にはあるんだと思いますね。あ、そうですか、はい、まあ、それは常に考えておかなきゃいけないわけですね。はい、そこでなんですけども、まあ、今日のテーマとしてですね、はい、私、あのアメリカの金融政策変更に向けて、どういう銘柄を、まあ、選んだらいいのか、まあ、どういう銘柄は外した方がいいのかみたいな、そこら辺をちょっとこうお話しいただこうと思いましてですね、はい、アメリカ政策変更に向けての、まあ、スタンス、はい、そこら辺をお話しいただこうと思ったんですけども、はい、分かりました。でまずまあ今日はの若干そのチャートがこう、まあ、シカゴのコーンが出てるんですけども、やはりまあシカゴのコーンといいますと、アメリカ農産物が最大の輸出品目ですね。はい、まあ、やはりまあ今現在できますと、まあ若干こう右肩、まあ、ちょうど1年間の今年の1月からの動きになりますが、まあ、シカゴのコーンの12月切りなんですけども、今ちょうどやっぱり新しい新穀が作物が収穫されていく時期にありますので、ハーベストプレッシャーの時期でもあるんですね。そうなんですね。新しいものが収穫されている、はい、まあ、年齢済みについては非常にタイトな状態は続いているんですけども、はい、やはりまあ新穀、まあ、2013年産がまあ輸出の方に乗っかってくる、うん、2014年以降のマーケットについてはやや弱いんですね。ただし、うんうん、まあ、絶対的には、まあ、まあ、ウォール街からシカゴとウォール街というのは全くまた離れているところもありますので、一番金融的な側面の影響を受けにくいのが穀物マーケットなんですよ。あ、そうなんですか。そうなんですよ。というのはやはりそのコンスタントなアメリカというのはコンスタントな供給国、セラーではあるんですが、はい、まあ、一方では海を渡って太平洋を渡って、例えば日本、韓国、台湾、中国といった感じで、うん、コンスタントなバイヤーもいるんですね。あ、はい、まあ、供給もあれば実需サイドもしっかり買っていく、うん、例えば、まあ、今年はコーンがその安いのでもう買うのがもうちょっと抑えておこうとか、うんうん、上がってしまったのでもう半分にその 買いを止めておこうとかということはなくてですね、うん、基本的にはルーティンな需要量というのは発生しますので、ということは全体的に言うと、まあ、下げ続けることはない。ああ、そういうことですね。そうですね、一定水準まで行ったら止まる、うん、そうなんです。ということは全体的に言いますと、まあ、しかもコーンなんですが、まあ、金融の影響から一番離れている銘柄なんですが、まあ、いずれ反発点を迎えていくという形になるかと思います。次は原油なんですけどね。そうですね、原油はどう考えていいですか。そうですね、ブレントなんですが、今現在その8月の、まあ、上げ要因でありましたブレントなんですけども、リビア原油の供給が再開されておりまして、リビアから原油が供給され、なおかつ、まあ、最近、外交的には力を乗せているこの、ロシアなんですが、はい、まあ、ウラル原油が若干ヨーロッパ方面に流入しておりまして、ヨーロッパの需給が若干緩和しています、はい、ただしやはりそのブレント原油というのもやはりその使い切ってしまう商品ですよね、うん、つまりガソリンを貯めておく人はいませんから。あ、そうですね、原油を使ってガソリン、まあ、ガスオイル、まあ、今年、まあ、もう暖房油の季節に入っていきますが、
やはり原油というのを燃やし切って使い切って必ずこう横持ちの移動が発生する商品という形になりますと、ということは全体的にはこちらも今年のまあ年老から6月からさらに切り上がっていますブレント原油なんですが、やはりまあ需要もこちらもコンスタントに発生しますので、供給も発生するんですが、需要もコンスタントには1日発生しますから、となるとやはりこちらも108ドルから106ドルをベースにして、まあどちらかというと買いの目で見ていく、買いの目で見ていく、特にその、まあ、日本はアベノミクスの影響で一番影響を受けておりますのがガソリン価格という形になりますので、当然ブレント価格が上がって、連動して東京に入ってくるドバイのマーケット、ドバイ原油が上がって、UAE のメインが上がってとなってきますと、当然円安も加味されて、原油価格が上がってきます、ガソリン製品価格にも反映されてきますので、やはり石油も買いの目で見なくてはいけないという形になることですね。次これは為替ですか。そうですね、まあ、ユーロドルですね、まあ、ユーロドルです。で、全体的に言うと、まあ、年間今年の年間は非常にその今年は大きあまり動かなかった、通貨マーケットでやっと今動き始まってドル安方向で動き始めているんですけども、となりますとこれもユーロドルが強いということはドル安という形になりますので、まあ、海外のドル建てマーケットの押し上げ要因という形になってきますから、そういった面では若干、まあ、海外のマーケットを押し上げる、はい、という形になっていこうかと思います。あ、そうですか、そうするとゴールドもまたちょっと位置づけが変わってきますか。そうですね、まあ、現状もゴールドもおそらくまあ今年の1180ドル近辺で値を追う底という形は考えてはいるんですけども、まあ、足元、まあ、ユーロドルが 1.3537 ドル方向に動いてきておりますので、まあ、ゴールドも、まあ、こっちもうそろそろぼちぼちなんですが、上昇方向の動きが見えてくるだろうといったような形で考えております。という形で考えていきますと、足元の、まあ、仮に、アメリカの緩和先送りといった形になってきますと、ゴールドに対する、まあ、買いの目、ユーロドルに対する買いの目、若干ドル安といった展開で、そういったものが大まかなコモディティのベースシナリオになっていくんではなかろうかというふうな形で考えております。しばらくはドル安シナリオで考えるべきだと、いうことですね。わかりました。エトコムコモディティフォーカスのコーナー、若戸商事首席ストラテジストの合コン要さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。